グレージョ公爵の紋章グレー公爵は、かつて存在したグレートブリテン貴族爵位。初代ケント公爵ヘンリー・グレーが1740年に除されたが、彼の孫娘、ジェマイマ・ヨークの死により1797年に廃絶した。区内長官や王子少将を歴任した初代ケント公、ヘンリー・グレーは、1740年5月19日の直居場により、 無レー公爵に除された。この爵位は、初代公の男子に継承できない場合は、彼の孫娘、ジェマイマ・キャンベル閣下及びその男子に相続できる、特別継承権が付されたものであった。ケント公は、公爵位創設後わずか2週間で亡くなり、ケント公爵とほとんどの従属称号は廃絶した。同時に、孫娘ジェマイマには、女系継承が可能なる浮かせ男爵くらいの、 女系相続とグレー公爵くらいの特別継承が行われ、彼女は第2代グレー女公爵となった。彼女はグレノーキー教ョ,ョンキャンベルとケント公の長女、アマベル、グレーの娘である。公爵位創設3日後の1740年5月22日に、ジェマイマはフィリップ・ヨーク閣下と結婚し、二人の娘アマベルとメアリーを設けた。 レディ・グレイは1797年1月に73歳で死去し、彼女に息子がいなかったため、グレイ公爵は廃絶した。ただし、ルーカス・ダンシャクイは長女のアマベルに相続され、1816年に彼女がド・グレイ女白爵に助せられた。ありがとうございます。